おはようございます。おはようございます。次はね、次と言っちゃうけど、今度はお金の話でございます。で、前ですね、よくお金に好かれてる人と嫌われてる人がいるんだっていう話をしたことがあるんですけれど、お金はお金のことが大好きだっていう人に集まってくるんです。わかりますよね。はい。お金って非常にいいもんなんですよ。お金は神の霊感ですからね。人生金じゃないとかいろいろ言う人いますね。金の悪口なんか言っちゃダメですよ。その昔は、お金ができる前は物々交換だったんです。今北海道なんか旅行 行くのに羽田から飛行機乗ってとかって言いますけど、もし物々交換だったら羽田まで米俵10俵とか、20俵とか、引いていかなきゃならない。タクシー乗るのにジャガイモ30個とかかぼちゃ何個とかっていう、これがいいわけがないんです。でこんなに便利なものを悪口言っちゃいけませんよっていうことですよね。はい、はい。でお金を、あなたがお金が好きならばお金もあなたを好いてくれる。だからお金がいっぱい来ますよっていう話をすると、皆さんお金好きですかと全員がパッと手を挙げて好きですって言うんですよ。はい。でこの前も、それじゃああなた貯金いくらありますって言ったらゼロですすごく多かったんですよ。ね、お金が好きならばお金は残ってるはずなんです。お金が来ると全部物に変えてしまう。ハンドバッグに変えてしまう、旅行に変えてしまう、食い物に変えてしまう、いろんなものをすぐ物に変えてしまう人、すぐお金を思い出しちゃっておきながら、私はお金が好きなんですそれは違うんじゃないの。気がつきましたね。お給料が20万だったらせめて1枚だけでも大切に取っておこうよ、ね、そうすれば、はあ、使いたいものもいっぱいあるのに1枚だけでも取っててくれてんだな、この人のところに来ようじゃないかっていう気になるんですよ。わかりますか。それで1円のお父様は10円、10円のお父様は100円なんです。100円のお父さん500円玉、500円玉のお父さんが千円札。わかります。ずっと続きますよ。千円札のお父さんは5000円札、5000円札のお父さんは1万円札。わかりますよね。何を言いたいのかっていうと、1円ぐらい、10円ぐらい、子供を粗末にされると親が怒るんです、ね、これを聞いてる人の中にもお子さんがいる人がいるだろうけど、自分の子をすごく粗末に扱う人がいたら、その人を好きになりますか。その人にいい仕事持ってこうとしますか。しないでしょ。子供がいじめられてる。この前いっちゃん先生がトイレの便器の中に10円玉が落ちてたんですよ。それをいっちゃん先生が手を入れて取ってね、洗って、これ月金だから誰かにあげようねとか言ってた。みっちゃん偉いよって言った。溺れてる子供を助けてくれたんだよこれは親は喜ぶよ、これはお礼に尽きますよ。ええ来ます。生き返ったんですよ溺れてた子が。この前1円玉道路で敷かれちゃっててアスファルト埋まっちゃってたの、ね、でも私がほじくり返したんですよ。ベッド取ったらそれがもう肩がガタガタになっちゃってたんだけど生き返ったの。お父さんお母さんは喜ぶのお礼に来ちゃうんですよ。わかりますこれ、ね、お礼に来ちゃうんですよね。でもその1円玉を見た人は私だけじゃないの、大勢見たんですよ。みっちゃんの入ったそのトイレも大勢見たんですよ。でもみんな見殺しにしてたんですよ、ね、みんながおしっこしたりうんこしたとこ手突っ込むの嫌だ、ね、新鮮だから汚いわけじゃないんだけど嫌だ、それだけの理由で子供を見殺しにしてたみんな
わかりますか、落としたやつ責任取らないんですよ。ね、それじゃあダメなんだよ。ね、お金に好かれる人間、お金を好く人間にならなきゃいけないんだ。で、そういう人間は日頃細かいお金やなんかも貯めてっから、お金を持ってるから、ね、出さなきゃいけない時に出さないようなことはないんだ。汚いことしないもんなの。わかる？大切にするものなの。で、お金っていうのは使わなきゃいけないもんだから、それを何も使わないで貯めてちゃいけないの。わかりますか？ね、お社長が残ると税金払い、あるもので事業費、お金を一生懸命動かしてる。わかる？お金ってのは動き回ってなきゃいけない。ね。ということですから、皆さんはお金を好きだ、好きだって言うんだったら、1万円貯められないんだったら、5000円でいい。5000円が貯めたら3000円でいい。わかる？はい、3000円大切にすれば、お父さんがお礼にやってくれる。